ここで、今度はですねリズムセクションの方をちょっとご紹介いたしましょう。まずはですねギターからなんですけれども、私大変申し訳ございませんが、ギターのこの方お名前の方が何てお読みするんでしょう。はい、安田充さんです。もうね、お名前からして美しい弦と書きますからね、それでギターですから素晴らしいと思いますけれどもね。はい、そして、ピアノです。先ほどから、ね、バラードなんかもしっかり弾いていただきました平井敦夫さんです。はい、そしてベースです。先ほどはソロで素晴らしいベース聞かせていただきました笹平正彦さんです。そして先ほどからもうリズムといえばこの方ですね、ドラムスです、真田茂さんです。はい、ということでリズムセクションも本当に重要なところだと思うんですけれども、これからまたまた第3部いろんな曲を皆様にお届けしていこうと思います。さあ、それでは早速お願いいたします。